地下鉄は、ロシア、サンクトペテルブルクの地下鉄である。1955年に開業し、ソビエト連邦時代は、レニングラード地下鉄と呼ばれていた。サンクトペテルブルク地下鉄は、多くの装飾、四角芸術で彩られており、世界的にも、魅力的で優雅な地下鉄となっている。サンクトペテルブルクの地質的な理由により、サンクトペテルブルク地下鉄は、 世界で最も深いところを走っており、プラボベレズナや線のアドミラルチェイスカや駅付近で86メートルの深さを走る。毎日およそ250万人の乗客に利用されており、世界で11番が目の輸送量となっている。機間は、ロシアの鉄道では、標準的な1520ミリメートルである。駅数に関しては、乗り換え駅について、 それぞれの路線で重複カウントしている。プラボベレズナや線の一部は2008年に分割され、新規に開業した区間と合わせフルンツェンスコ、プリモルスカや線となった。プロシャドウムズエストバ駅におけるシングルボルト設計の、レーマヤコフスカや駅に見られる、ホライズンタルリフト設計サンクトペテルブルク地下鉄は、いくつかの点で、旧ソ連の中でも他と比べて、特徴的なところがある。 都市の中心部において、すべての駅が非常に深い位置に建設されているのは、他の都市にも見られることである。これは、障害物を避けるためだけではなく、冷戦の脅威のために、防空壕を兼ねて建設されたためであり、多くの古い駅では、大爆ドアや空気フィルタの備えがされていた。しかしながら、そのように建設された都市でも多くの場合、 郊外の住宅地域に路線が近づくと、次第に浅くなり、時には地上を走ることすらある。ところが、サンクトペテルブルクではそうなっていない。複雑な地質のために、全60駅のうち53駅が深い場所にある。駅の設計と構造はいくつかの段階がある。当初の駅は、パイロンタイプで、地下の空間が3つのドーム状のホールに分割されて、おり、 そのドームを支える柱の間を通り抜けて、各ホールの間を移動できるようになっている構造である。この形式は13駅ある。同じように多くあるのはコラムタイプの駅で、こちらでは3つのホールの間の柱がずっと細くなって通り抜けやすくなっている。この形式は14駅ある。初期にはスターリン様式で優美に装飾されていたが、 1958年になると、ニキータ・フルシチョフが余分な装飾を廃したため、鮮やかな装飾から単純なテーマへと制約された。この頃、ホライズンたるリフトと呼ばれる新しい設計が登場して広まり、10駅がこの設計で建設された。ホライズンたるリフトは、ホームドアを持った駅の設計の一種で、サンクトペテルブルク以外では見ることができないものである。 しかしながら、この設計は旅客に不人気で、技術的な問題もあったため、1972年以降の駅では用いられていない。1970年代中頃からは、地域の技術者により、シングルボルト設計が開発され、サンクトペテルブルクだけでなく、他の都市においても人気を博した。サンクトペテルブルクでは最も普及した形式で、16駅が、 この構造である。アブトボ駅他の駅は、サンクトペテルブルクのほとんど端に位置しており、デブヤ付きの駅については、レニングラード州に属している。このため、ネバ川の三角州が形成した、複雑な地質から遠く離れて位置している。市の南西側の地区には3つのシャローコラムタイプの駅があり、すべて1号線黄色フスコ・ブイボルグスカヤ線に属している。 このうち、アブトボ駅は、世界的に見ても、非常に美しい駅で、1955年に、最初の開通区間の一部として開業した。また、2018年に、他の二駅は1970年代後半に、建設され、典型的なモスクワ様式の設計である。これに加えて、地上に存在する駅が4つあり、すべて終点の駅で、 すべてがその路線の車両基地の手前にある。北の厳しい気候のため、そうした駅であってもすべての施設が構造物で覆われた中にある。また、2018年に延伸された3号線ネフスコ、バシュレオストローフスカや線の二駅も車両コラムタイプで作られた。サンクトペテルブルク地下鉄の駅名は、モスクワなど、 ロシア各地の地下鉄駅名と同様に、スカヤで終わるものが多いが、これはロシア語の、駅を表す単語には、ターミナル駅を表す税と通常の駅を、表すがあり、地下鉄駅のような通常規模の駅は、が使われるため、女性名詞を修飾する形容詞に引くがつく、ためである。バリンスキーによるサンクトペテルブルクの効果、鉄道計画。 キーロフスキーザボド駅サンクトペテルブルクにおける都市内高速交通機関に関する最初の計画は少なくとも1899年には存在しておりそれは高架式の鉄道を中心としていたしかしながらロシア革命とロシア内戦を経て首都はモスクワに移り計画は10年以上持ち出されることはなかった 1935年のモスクワ地下鉄の開通を受けて1930年代後半に計画は再浮上した。モスクワと同様にサンクトペテルブルクにおける地下構造物の掘削は地下水と地下の空洞のために一般的に難しいことが判明した。現代の地下鉄網の歴史は 主要な鉄道のターミナル駅すべてを結ぶ路線の建設が始まった1940年に始まる。第二次世界大戦により計画は遅延して、この路線は1955年11月15日に開通した。当初の区間には7駅があり、さらに数ヶ月後に8番目のプーシキンスカヤ駅も開業した。これらはキーロフスコ・ヴイボルグスカヤ線の一部となり、 当初は、市中心部のモスクワ駅と市の南西部にある、キーロフスキー工業地帯を結んでいた。引き続き機体拡張が行われ、ネバ川を1958年にくぐり、さらに新しい住宅開発の行われていた北部へ連絡するために、1970年代半ばに、ブイボルグスキー地区まで建設された。1978年には、市の境界を越えて、 レニングラード州まで伸びた。二番目の南北路線であるモスコフスコ、ペトログラーツカヤ線の建設は、最初の路線の開通後すぐに始められ、テフノロギチェスキーインスティートト駅とパルク・ポベドゥイ駅の区間は、その5年後の1960年に開通した。さらに1963年に、ゴリコフスカヤ駅まで北へ伸びて、この時に、 テフノロギチェスキーインスティート駅が、ソ連で、最初の対面乗り換えができる駅となった。モスコフスコペトログラーツカヤ線は引き続き、1970年と1972年には、南へ、1982年と1988年には、北へと延長された。パルナス駅までの最後の北への延長は、何度も遅れを経て2006年に開通した。 5号線開通前の路線図。4号線の座道場や駅よりも北は現在は5号線となっている3番目のネフスコバシレオストロフスカヤ線は1967年に最初の区間が開通し、これに続いて1970年、1979年、1981年、1984年と数回の延伸により、バシリエフスキー島都市の中心部。 南東部のネバ川砂岩にある工業地帯が結ばれた。2018年には 2018FIFA ワールドカップロシア大会のサンクトペテルブルクにおける会場であるサンクトペテルブルクスタジアムへの足として北方に延伸された。4番目のプラボベレズナイア線は1985年にまず市街中心部よりも先にネバ川ウガンの新しい住宅地で 最初の区間が開通し、続いて1991年に市街中心部へ到達し、1990年代後半の北西部への延長が行われた。サンクトペテルブルクの厳しい地質はしばしば地下鉄、建設工事を妨げた。最悪の例は、キーロフスコ・ブイボルグスカや線で起きたものである。1970年代の路線建設工事中に、 トンネル工事が、ネバ川の地下にある空洞に遭遇した。技術者は、なんとかトンネルを完成させることができたが、後に1995年にこの区間のトンネルは、閉鎖せざるを得なくなり、レスナーや駅プロシャチムジェストバ駅の区間は浸水した。9年以上にわたり、この路線の異北の区間は、地下鉄網の他の区間から物理的に分割されていた。 新しいトンネルが建設されて2004年6月に通常運行に復旧した。プラボベレズナ野線は一部が2008年中に分割され新しい5番目のフルンツェンスコプリモルスカ野線の北部プリモルスキー地区となった。フルンツェンスコプリモルスカ野線として新規に建設された南部フルンツェンスキー地区と一緒に開通している。サンクトペテルブルク地下鉄は かつての鉄道省から民営化され、市営企業である、サンクトペテルブルクスキーメトロポリテンにより、運営されている。この会社は、1990年代初頭の、氏名変更と同時に、レニングラツキーメトロポリテンイメニブヤイレニーナから、解消された。会社は、駅員、補線、列車の運転、保守などで数千人の従業員を雇っている。 サンクトペテルブルク地下鉄は、サンクトペテルブルク市と旅客運賃、駅と列車内の広告から資金を得ている。地下鉄の建設工事は、地下鉄本体と交通省から直接出資された、子会社の連メトロストロイ社により行われている。地下鉄の車両は、5つの車両基地で188、編成1403両が在籍している。 車両のほとんどは81から717、714、形式で、これは、旧ソ連のすべての都市で、とても一般的なものである。これに加えて、キーロフスコ・ブイボルグスカ野戦にはより古い E 型、円型が使用されており、また新型の81から540、541形式が、プラボベレズナ野戦で使用されている。 古代ギリシャ様式のスポルティブナや駅多くの駅には大きな地上で入り口があるナルブスカヤ駅の霊地下鉄網はもともと核攻撃に備えたシェルターとして機能するように建設されたため他の多くの高速交通システムの水準を超えた保安対策があるすべての駅に近年のテロ攻撃の脅威に備えて監視カメラが備えられている2009年夏まで 地下鉄の駅における写真や動画の撮影には書面での許可が必要とされていた。しかしアマチュアカメラマンからの法的措置があったため2009年8月24日からフラッシュを用いない撮影は許可なしに行えるようになった。将来のロセンズサンクトペテルブルク地下鉄には21世紀前半における大規模拡張計画が存在する。 環状線が続けて建設されて2025年までに完成する予定である。またフルンツェンスコ・プリモルスカや線に路線の一部を分割したプラボベレズマや線の残りの区間はフィンランド湾をくぐって北西部延長されることになっている。他にも日本の放射状路線が市中心部を通る予定である。現在の計画では2050年までに 地下鉄網の総延長は2倍になる予定で、この建設により、1990年代の経済的な問題により10年以上にわたって凍結されてきた計画が完成する。同時にエスカレーターの更新や照明の改善など、駅を更新する短期計画もいくつかある。ありがとうございます。